姿といいますか。そうそう、格好だけ。格好だけ、うん。でも格好いいからいいじゃん。格好いいからいい。そう、こんなもいるからいいじゃないかね。うん。お、出た。お、お。多分ほぼ変わらない形で出るって話なんですけど、そうだ、そうだよね。タイヤ日産って感じ。これは多分このサイトなんですけど。スタイル的には、まあいいんじゃない？30Z っぽく過去のいろんなエッセンスを、なるほど、そうそうそう、なるほど、やっぱり伝統は大事。はいいと思うよ。最初あの30とかその辺から振り返っていただいて、なんか土屋さん的にガレージ Z って何かありますか？ナンパグル、ナンパグル、ナンパグル。女の子と一緒にこう見に、そうそうそう、ギャラリーで来て、その中でもなんか歴代これはちょっと良かったなとか何かありますか？わ、これじゃない？あ、これ、あ、本当ですか？原稿が、うん、あ、そうですか。これはまあサーキット走っても、まあ、普通に走れるじゃん。なるほど。もうスポーツカーになってきてるみたいなね。そういうことです。うん、これになってからね。それまではやっぱりナンパか、ナンパか。同じその、ね、ナンパ車路線で、うん、いいライバルだったんですね。うん、だからもやっぱりスポーツカーではなく、そのラグジュアリースポーティーカーだよね。スポーティーです。うん、ソーラーもなくなっちゃいましたけど、まあ、これは現行型でスポーツカーに、まあ、とりあえずなってるよね。 うん、なってる。ノーマルはね、はい、この辺 でちょっと体を向けて顔だけこちらですね。はい、はい、お願いします。はい、はい、飛んでる。もう一枚お願いします。はい、ラストです。はい、はい、ありがとうございます。飛ばないよ今の、はい、今飛んでない。今の飛んでない飛んでない飛んでない。はい、飛んだ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとなんかアップがある。じゃあ、これを取っていこう。はい、後ろそんな感じがいいです。Z が背景にある感じにします。そうですね。はい。ちょっとお願いします。はい。はい。もう一枚。はい。なんかバリエーションあるんですか？次はいいのかなみたいな。はい。大丈夫です。はい。ありがとうございます。はい。まずしたら走り。下見たら見ます。はい、OK。
デザインどうですか。デザインいいと思うよ、大人っぽくて。もうエンジンもいいしさ、まとまりのいい車だよね、はい、トータルバランス的に。大人が好むスポーツカーだよ、はい、ただやっぱりこの重さだとさ、その最初は楽しいんだけど、すぐこの重さによってタイヤが垂れちゃうから、はい、だからあんまりサーキット走る人いないんだよね。ノーマルでもね、ブレーキとか結構ちゃんと、ね、なんかちゃんとしてるよ、はい、だからトータルバランスとしてはよくまとまった車なんだよ、トルクターバランス、はい、本当にいいかなと思うよ。今この旧型じゃあ買うのもね、全然じゃあありな感じが、うん、ありだと思う。ただやっぱり新型が車重がどのくらいになるかだよね。AT ももう全く不満なさそうな。ないよ、ない。 AT はもう本当This is アメ車だよ。そうですか。うん、トルクがあってさ、はい、パワーがあってさ、はい、もうアメ車っぽいなって感じだよね。乗ると自然にやっぱりこう、ね、このジャージャーっていうよりこうゆったりとっていうのを大人の走りで気持ちがこうなるというか、うん、そういうとこありますかね。ある大人のスポーツカーだよね、はい、ベースのこれがいいからね、はい、中身はこれだからこれより悪くなることはないじゃん、はい、あとはだからこの原稿よりもどれだけ軽くできるかっていうことじゃない、はい、車重をなんとかできればやっぱ若い子たちも飛びつくかもしれない、はい、まあ、何せスポーツカーがこうね続いてるっていうのは本当に、うん、日本メーカーがすごいですよね。あのトヨタ、うん、スバルもそうですけど、そうスポーツカーを作り続けてることがすごいよ。やっぱエンジンだよね。エンジン、うん、エンジンはいいよね。フィーリング的にはやっぱエンジンかなり違いますか。まあ、いや延長線上だよね。このノーマルもトルクあっていいんだけど、この延長線上にあるって。お願いします。もう一枚いきます。はい。はい、OK です。はい。はい。